はい、皆さん、こんにちは。今日は僕の開発しました g p t 図で、便利な便利な動画制作サポーター g p t 図というものがあります。それは YouTube に動画をアップしたい人のためように、いいタイトルや概要欄の文章、ハッシュタグ、そしてキーワードのタグですね。そういうものを簡単に提案してくれるようなソフトウェアになっています。 では、ちょっとサンプルをやってみたいと思います。g p t 図を探すというのをすると、今画面に映っているような表示になります。ここで g p t 図を検索しましょう。動画制作というふうに打っていただくと、このように2番目ぐらいに出てきます。そしたら、これをクリックします。こんな赤い YouTube のアイコンのようなものに手が乗っている。 そんなようなちょっと変わったアイコンです。これで会話の開始というのがありまして、いわゆるスターターとか呼んでますけれども、日本の市場向けにやりたい人はこれを選び、そして世界発信したい、いわゆる日本語と英語で説明なんかを出したいという人はこちらを選んでいただきます。今回は日本市場用ということでこちらをクリックしていただきます。そうすると、 作った動画の内容を教えてください、いとう,うになります。まずは猫のペットの動画こんなものを作った人用の例というものをまず最初にお見せしてそして後半はですね僕の主軸になっています音楽その音楽の中でも最近トレンドとなっています素の AI こちらのような特定の生成 AI ソフトこれらの時に とっても便利な方法。そういうのと2つの例をお見せしたいと思います。まずは、猫好きの人ならですね、猫のペット動画とかをあげると思いますけれども、ここにですね、そういうプロンプトを打ってください。 猫の散歩動画です。名前は黒、黒猫です。公園での散歩です。他の犬とすれ違い大変でした。もっともっと書くときはシフトを押しながらエンターを押すと次の行を書くことができます。これらの動画がたくさん見てもらえるように、訴求ワードもりもりでというようにちょっと書き添えました。これで送信してみましょう。そうしますと、まずは タイトル10選を考えてくれます。そして次はハッシュタグと概要欄の文章。そして3番目はキーワードタグです。ここでどんなタイトルがいいかなとかですね、そういうのを見て一番合うのを採用していただき、また皆さんの言葉で付け足しをしていただいたらいいと思います。このようなタイトルの提案がありまして、ハッシュタグ これはちょっと見にくいですので、ここでコードをコピーします。そして Windows のメモ帳ですね。これを出しました。皆さんに見やすいように貼り付けをします。そして文字を大きくしましょうか。このように5つのハッシュタグが出てきまして、そして黒猫の黒が公園で初めて散歩を楽しみました。黒は元気に公園を歩き回り、他の犬とも出会いました。うんぬんというふうにですね。 こういうような概要欄の文章を書いてくれます。そしてキーワードのタグなんですけれども、このように出してくれています。ちょっとこれもコピーします。そしてメモ帳に貼り付けます。はい。このようにたくさんのタグキーワードをマ区切りで出してくれています。皆さん、これの使い方をまだまだ知らない人がたくさんおられるんですけれども、 これを知らないのはもったいないですよ。皆さんがいくら動画をアップしてもですね、このキーワードとかがなかったりすると検索に引っかかってこなかったりというようなことがありますので、このキーワードは全部このようにコピーをして、そして YouTube Studio に貼り付けましょう。YouTube Studio の画面を見るとこんな風になりますしまた動画をアップロードしたときは、 こんなように概要欄を埋めていったりするようなこういう欄があってあとはサムネイルというのもここで変えれるわけですね。そしてもっともっと下にあるんです。これ下にありすぎるから皆さん忘れるんだと思うんですけれどもここ見てください。このようにですねタグという場所があるんです。ここにペースト、貼り付けをするだけです。ちょっと貼り付けてみましょう。 はい、こんなたくさん出ましたね。これまだまだいけます。今、500分の445となってますので、あと55文字ぐらいは入れれるんです。できたらここにはいっぱい入れるということと、このタグの目的というのは、黒猫とか、黒とか、そして黒い猫とか、いろいろ言い回しってありますよね。そういうような、 言葉を少し変えた検索をしても引っかかってくるようなワードを入れるというのも重要な一つのセオリーです。そのことにつきましては、ここにですね、説明文として書かれていますので、ここらもよく読んで、必ずタグはたくさん入れてください。なおかつ、僕の開発したソフトはサムネイルも作ってくれます。これで、例えば、 アニメ漫画風でやってみましょうここで2と選びますするとダーリー3が絵を描いてくれますこの絵を描く速さもチャット GPT-4O になってですねとっても速くなりましたね約2倍ぐらい速い間隔がありますはいこのように猫が散歩しているような絵を作ってくれましたこうやってサムネイル作りにもお役立てください じゃあ、冒頭に言いましたように、二つ目の事例を紹介します。動画サポーターは新しいチャット、これにしてください。ここからは、素の AI を使っている方にとっても便利な情報です。例えば、僕は最近、親子丼の歌というのを作りました。ここに行くのはどうしたらいいかというと、自分のライブラリ、これを押します。 ライブラリーという左のここですね。押しまして、その目的の動画を探します。親子丼というのがあります。ここでですね、僕がやってみたところ、この右にもシェアというのがあるんですけれども、ここよりも確実なのが、ここにあるタイトルをクリックするんです。そうしますと、このような大きな親子丼の画面が出てきます。 ここのところでですね、このアイコンみたいなところの下の3点メニューのところから、シェア、そしてコピーリンク。このようにしてやると、下に緑色のメッセージが出ました。もう一度やってみます。シェア、コピーリンク。はい。このように緑色のメッセージが出るわけです。そうしましたら、この動画サポーターの方に行ってもらいまして、まあ、日本市場用をもう一度押します。 そうしましたら、このプロンプトのところに今コピーされました URL をコントロール V このようにして貼り付けをします。Apple の場合はコマンド V ですね。そしてシフトキーを押しながら Enter キーを押して、この URL から PR 考えてと。このように打ちます。 まだ、もちろん皆さんが言いたいこと、こんな風に作ってほしいなということがあれば、もっともっとシフトを押しながらメッセージを入れてください。たくさんの人が見てくれるタイトルなどもよろしくという風にして、そして送信をしましょう。そうすると、ウェブ検索をしてですね、動画の内容を見に行ってくれたんです。ですから、親子丼ということをもう分かっているわけですね。 だから、親子丼のタイトルをいっぱい書いてくれました。そして、ハッシュタグ、概要欄、キーワードタグ、これもたくさん考えてくれます。この使い方においては、先ほど黒猫のことで話ししたのと全く一緒です。まあ、一応サムネイルも作ってもらいましょう。アメコミ風の5番を選びます。親子丼の歌だけど、ちょっと… と親子丼の歌のイメージとは違います。もしこれが気に入らない時がありましたら、もう一枚出してという風うに言いましょう。サムネだけもう一枚出して親子丼の絵を入れて、こんな風に書いて送りましょう。はい。アメコミ風で親子丼だけど、これは麺類だなぁ。ちょっと GPT がボケてますね。まあ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 。 こういうこともあるということを考えてですね、案外日本のね、料理はこういうポカをやるときがあります。でも今日はですね、こういうような僕の動画制作サポーター GPT 図、これの使い方で、特にその AI を使っている方、そういう方にはシェア URL をコピペしてですね、そしてプロンプト代わりにそれを使う、 この方法も一度皆さん試してください。そしてもうご存知と思いますが、2024年5月14日前後ぐらいからですね、チャット GPT の GPT 図というのが無料ユーザーにも開放されましてですね、世界中の皆さんが全部使えるようになっています。すべてが無料ですので、この動画制作サポーターをチャレンジしてみてください。 それでは今日もご視聴ありがとうございました。まったねー。